メガロスチャンネル。アセです。かなこです。メガロスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、かなこです。かなこです。ということで、はじめまして。ミカさんがいないということで、今日はそうですね、はじめましてですね。はじめましてです。いやー、来ました。登場よろしくお願いします。かなこさんということで、はい、はい、じゃあちょっと早速ですね、あのチャンネルをご覧の皆さんに簡単に自己紹介を、はい、はい、お願いします。メガロスのキッズスクールを担当しております、かなこです。よろしくお願いします。かなこコーチですかね。はい、かなコーチでいつも呼んでもらってます。子供たちには、メガロスのキッズスクールはいろいろありますよね。はい、その中でも今日の、そうですね、この T シャツご覧になった方見たりしますかね。後ろにちょっと、してますね。ミライクです。ミライクという、はい、ミライクです、はい、要チェックですね。キッズスクールをいつもフォーカスしてくださってるということで、はい、今日はじゃあそんなかなこコーチを迎えてですね、何をしていこうかなというところなんですけれども、はい、なんかリクエストありますか。そうですね、ちょっとやっぱ女性らしくくびれをくびれやりたいなと思いまして、今回は、はい、そうは言ってもくびれなんですね。そうですね、女性らしくした。じゃあ今日はかなこコーチと一緒にくびれエクササイズということで、皆さんも一緒にやっていきましょう。さあ、それでは早速くびれ作りエクササイズを行っていきましょう。かなこさん、準備は大丈夫ですか。はい、頑張ります、はい、頑張ります。じゃあ皆さんもぜひね、一緒にやっていきましょう。くびれ作りに、ポイントはとにかくこの脇腹のね、腹斜筋を使うということですね。ねじる動き、これとても有効なんで、このあたりを中心にやっていきますので頑張りましょう。では早速いきましょうかね、はい、まず最初はじゃあ足をこっちに伸ばして、はい、座ります。はい、両手胸の後ろに体を倒します。きついところで止まってください。そこから右左にねじる、これ20往復、行ってみましょうか。はい、皆さんも一緒に行きましょう。では行きましょう。はい、ねじって1、このテンポで行きましょう。さあさあ、もっと行けますか。もっと地面触るぐらいまで行きましょう。さあ、そこに体をしっかりねじる、息を吸って吐いて、ふっふっ、そう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 、しっかりねじりましょう。このツイスト、ねじるのがすごく大事です。さあ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 、皆さんも頑張ってますか。あと5回かな。5、4、3、2、1、早くです。どんどん行きましょう。はい、うつ伏せです。どんどん行きましょう。さあ次は肘をついてプランク姿勢ですね。はい。はい、膝も伸ばせますか。はい。はい、肩から股関節、かかとまでが一直線。もうちょっとお尻を下げて。はい。この状態でお尻を右左に振っていきます。いいですね、これも20往復いけそうですか。はい、はい、頑張りましょう。はい、行きましょう。皆さんも一緒に行きますよ。そう、肘がね、浮かないところまでで大丈夫なので、なるべく骨盤を横に振りながら、そうすることで腹斜筋が使われます。呼吸は止まってませんか。そのまま繰り返しますよ。止まってました。止まってる、大丈夫。呼吸して、呼吸して、あと少し、あと少し、あと何回だろう。これで半分かな。そうですね、これで半分です。はい、頑張れ頑張れ。はい、お尻あんまり上げすぎない感じです。そう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 、皆さんも下げてくださいね。うん、あとね、5往復ぐらいですね。はい、5往復ぐらい。さあ頑張って。いいね、ペース崩れてないですかな、コーチ。さすがです。みんなのために、あと1往復、はい、戻ってきておしまい。はい、 OK、 頑張りました。どんどん行きましょう。いきますね、はい、どんどん行きましょう。何でしたっけ。次はね、仰向け。はい、足を投げ出して、さあ、最後です。はい、最後は、まあ、回数はちょっと置いときましょう。置いとく。はい、両手右の横、はい、膝を曲げて対角線の膝と肘をくっつける。はい、はい、反対くっつける。これ繰り返します。はい、テンポよくいきましょう。はい、はい、できれば足は遠くに投げ出して、かかと床すれすれまでいけそうですか。頑張ります。はい、頑張りましょう。集合地点はね、おへその真上、はい、はい、おへその真上で肘と膝をつける。タッチ、きつい、タッチ、ふぅ、タッチ、くびれのために、タッチ、そう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 、しっかりねじって腹斜筋がターゲットです。ふぅ、まだ笑顔なんでいけそうですね。皆さんね、回数は1回も忘れて大丈夫です。うん、
きて、さあしっかり肩も上げて、ねじる、ねじる、ねじる、あと10回、9、8、7、頑張って、6、5、4、3、2、1、はい、お疲れ様でした。効きますね。素晴らしい。よく耐え抜きましたね。はい、あのスタンダーですね。頑張りました。どうでしたか？結構きますね。集中してしっかり。しっかりつきましたね。はい、まあ、ねじり系の種目をたくさんやりましたので、はい、これぐらいやっていただければね、首で作りにはすごくいいかなと思うので、続けてやっていけそうですか？そうですね。今日ぐらいの感じだと続けられるのかなと思いますが、自宅でやるときはちょっと回数しっかり続けてやりたいなと思います。頑張ってみてください。はい、では皆さんもね、ぜひこれを参考にご自宅のトレーニング頑張ってください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。